私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。半端ないハマりっぷりを騒がせ美人坂口杏里、スピード離婚を反省、するも、厳しい意見が。誰もが予想した結果サプライズなし。8月には自身のストーリーズを更新し、世間を騒がせて大変申し訳なく思っています、と謝罪し、私なりの我慢はしてきたつもりですが、ここまで来たると自分を責めてしまいます、と反省の弁を綴った坂口。6月8日、元タレントの坂口杏里さんが自身のインスタグラムで電撃結婚を発表し、話題を呼びました。その結婚のお相手は一般人だということも公表されましたが、トラブルや喧嘩が絶えず、出会って1ヶ月で結婚してからわずか2ヶ月のスピード離婚となりました。しかし、ファンらを裏切り、離婚後に反省の意を述べるも、ネット上では辛辣な声が上がってしまい、誰もが予想した結果、驚きも何もなくてすいません。根本的な部分が何も変わってないようですね。話題になるのは、こういった周りを振り回すことばかり。二人はお互い、金銭や生活態度をめぐりトラブルが発生していることを SNS 上で示唆しており、今回、ついに破局を迎えた形となりました。結婚後はやっと幸せをつかみ取ったと応援するファン。YouTube チャンネルでは、坂口杏里と旦那の日常という名前でチャンネルを開設し、わずか1ヶ月弱で180万再生を超える人気もありました。本当にそのままかそれとも策か注目を集めることに関しては天才かもしれない。どこからが踏み外しの始まりなんだろうか、もはや、そもそも過ぎて見つからないなどと炎上。どれほど世間を騒がせても飽きられずに話題になるのは愛嬌なのか？ただ、今回の騒動でまたまた炎上しているので、世間にとって坂口杏里のレベルというのはどんどん下がっているのかもしれませんね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。